やあ、イケボのイケメン、みんなの勇者だよ。今回は、先にあれをやりつつ、これをやっていくよ。もう一回いくよ。あれをやりつつ、これをやると。わかった。さあ、行こうか。この道具で、何をするのかな。嘘だろ。そんな、削れていく。削られていく。そんな、こんなことがあって、こんなことがあっていいのか。いいんだよ。グリーンだよ。あまり削れないね。いいね。君のそういう頑固なところ。僕は大好きさ。だから、僕と一緒に、僕と一緒に、フューチョンハしようよ。ね。よし。疲れてきちゃった。カットするね。さて、適度に削り下ろせたら、キッチングペーパー、その上に、よし、キッチングペーパーの上に、へい、ああ、染み渡るこの感覚、垂れる、この上に絞っちゃおうね、うん、お汁は絞っておくと、そう、ちょっと汁気が多いとね、大変だからね、というわけで、いい感じに絞ったら、こんな感じで乗っけたら、ゆずぽんで今回は締めてみようね。あ、ゆずぽん好きだ。でもこれだけだとちょっとあれだから、この上に散らすんだよね。そう、君はいつだって散らすのが大好きだからね。散らし寿司、そして福笑い、そしてチラシ寿司。そう、君はいつだってチラシ寿司が福笑いさ。何言ってんのかって、だいぶ寝てないからね。ちょっとそういう時もあるよね。というわけで、よし、まあ上はシンプルにね、お塩バージョンでいただくのもいいかなっていう。よし、じゃあ食べていこうかな。あ、ちなみに残りのデーコン、輪っかにして焼いてるんだけど、ちょっと、もう時間がないから、間に合わなかった。ごめんね。さて、さて、どんな感じになってるかな。よし。あ、下がちょっと筋が甘いか。よし。あ、デーコンか。さて、それじゃあ行くよ。あーん。どう？美味しい。じゃあ、僕も。行くよ。なるほどね。なかなかにさっぱりしてて、グッドグッタ。わかるよね。グッテスト。そう。ちなみに、今回なんでお肉のところカットしたかっていうと、諸事情だよ。うん。とても諸事情だよ。あ、でも、いつもとやり方は一緒だから、テープじゃなくて、いつもどうやってたんだっけ。まあいいや。というわけで、とってもさっぱりしたお肉も、たまにはいいんじゃないかなっていう、そういう動画だよ。今度は、君と一緒に食べたいね。君と一緒にいつも食べてるか。あ、君って視聴者ね。というわけで、ネギがいっぱいこぼれちゃった。もう筋ちゃんと切んなかったからで、もう。というわけで、チャオ。よし。